ゆっくりゆっくり。よいしょよいしょ。頑張ってね。ゆっくりでしょ。早い早い早い。どうぞ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 。どうぞどうぞ。大丈夫か？大丈夫か？バックもできるでしょ？そうね。ゆっくりね。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。はい、ゆっくり。はい、でした。上手にさらなに頑張ってくれました。最後に頑張ったお子さんからご挨拶をさせていただいて、今回それで12分台で終わりにさせていただきたいと思うんですが、その前に少しお話をさせてください。今日はぜひ皆さんにブタさんを触っていっていただきたいと思うんですが、ブタさんを触るとき注意していただきたいことがあります。ブタさんを触るときは背中とお尻を触ってあげてください。これなぜかというと、ブタさん目が悪い回には鼻がとってもよく効く動物、意味ある鼻がいいと言われているので、人間では感じない匂い簡単に感じ取ってしまいます。皆さんの手もしかするといい匂いがついているかもしれません。そうなったらブタさんの口の前に出したりするとご飯と間違えてパクリと行ってしまうかもしれないので、触るときは背中とお尻、口の前には手を出さないように気をつけてください。さあ、では最後、コメちゃん頑張ってもらいましょう。ひもさきおコメちゃん大好きなパンがついています。パンクーちゃんと頑張って。よかった、はい、ありがとうございました。よかったね。はい、続いてのプレイに向けてあげたいと思います。